観客が低いねんな相変わらず。毎度ジュエリーです。あどうも。どうもどこの漫才師毎度ジャケちゃんです。今日はこちらにやってまいりました。デデン東京ゲームショー2019バー。今年も呼んでいただきました。本当にありがとうございます。13日と15日2日間参戦させていただきます。15日はなんかステージの上でゲームやってて、ゲーム実況者か。なんかいっぱいゲームのブースがあるのでちょっとね見て回りましょうか。うん、見てみましょう、うん、事務所のメンバーもいてるんで見つけ次第でカメラ撮っていきます。突撃インタビュー。珍しくスカートなんか入っちゃった。あ、かわいい。あ、かわいい。いつもあれやから、いつも半端やもんね。ごめんね、いつも適当でね、ごめんね本当に。本当にね、人混みがすごく苦手なんですよ。あ、え、あ、どうも、はじめまして、ジュエリーです。よろしくお願いします。え、ほんまに私に会いに来てくれてね。あ、私ありがとうございます、本当にありがとうございます。なんかいっぱいあんねえ、手汗めっちゃ強いけどいいですか。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとう、ありがとう、ありがとう。楽しんでてください。ゆきさん、ゆきさん、ゆきすけ、ゆきすけでて多分見ることになるからありがとう。さあ皆様、いかがでしょうか。この優秀の皆様、ぜひとも彼女にお伝えくださいませ。ほら見て、会場内にカラスがおる。かっこいい。ゲーム実況者さんの流れさんとマスク君、お願いします。はい、お願いします。今日は楽しみますね。頑張ります。頑張ります。頑張るって楽しみ。頑張ります。どうぞお立ち寄りください。結構みんなはなんかね、結構団体さんで行動してるんですけど、私はちょっと一旦ね、まあ一旦ちょっとかけます。一刻も早くね、ちょっと人がいないところに退散します。ローストビーフやって、めちゃめちゃうまそう。いいですよ、たこ焼き。 あっちには唐揚げもありますね。これってアルコールって、あ、そうなんですね。ビールはレモンスカッシュ。コールオブデューティのプレイが始まるのが15時半なんで、まあ、それまでに向こうに行けたら問題ないです。もう動かないですね。こんな感じ。大丈夫か？お前からやろうよ。
日目、今日は何もすることがないので海に来ました。やっぱり自然が落ち着きますわ。私は私的東京ゲームショウの楽しみ方です。これがよいしょよいしょ、ちょっと裸足になっていいかな。こう人混みに疲れたら海に来て心を癒す。あ、釣り竿持ってきたかったな。迷っててんな、釣り竿。なんかでも近くで見たらゴミが多いですね。多分どっかから流れてきてんだろうな、これ。ていうかほんまに釣り竿持ってきたよかった。マジでもったいない。めっちゃベストのタイミングじゃん今。さてはまずめってるやろ、さすがにこれ。ユウのまずめやろ。ちゃんとやってるって。なんかファニコンのリスナーさんがたくさん来てくれました。突如開かれるオフ会。え、楽しそうや。やっぱビール足りひんなこれ。ジャン負けで行こうぜ。決まってるんですかね、相手は。プロのプロのプロさんたちがね、集まってはるんで今日はよろしくお願いしますね。よろしくお願いします。怖い、圧がすごいねでこの中から一人味方になってくれるんでね。くじ、どうやって決めるんだろう。まあキャリーしたるから任しとけ任しとけ。プロとチームを組むのはこの方々です。ジュリーさん、ディランさんです。どうぞ。このような感じで名前がカードに記載されているのが伝わりますでしょうか。ここまだ見せないでくださいよ。持ってってください。さあ続いてジュリーさん引いてください。一番端っこ下から行きましたね。行きましたね。さあそれでは2人の相棒は誰になったのか、カードオープン。さあリランちゃんが、お、ダークル選手、そしてジュリーさんはハント選手となりました。東コンテナの周辺ダーク選手を抑えてました。そのまま旗に乗り切って、まずはリランさんチームが1本先制です。半分ぐらいしかないので、ここはもう2人で詰めていこうという判断でそのまま進んでいきました。これで1対1。ハントさんどうだったんですか。いや、めっちゃ悔しいですね。なんかあ、ごめん、ほんまに。キルされた時、リランさんこっち向いてグーしてきました。はい、素晴らしい戦いをしていただきました。お二人ありがとうございました。あ、すごい、うちを作っていただいてる。ジュリーさん、リランさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。返しがなくて取れますね。なんか大体このもんです。めっちゃアピールしてる。あ、ほんまや。そう、ハンティ君、ごめんなさいね、本当に。まだ普通にやりましょう、ゲーム。そうですね、バイバイ。はい、バイバイ。焼き鳥にしてやろうか。おはようございます。昨日の夜飲みに行って、寝て、朝になりました。今日帰ります。急遽飲みに行くことになって、空いてるホテルがなんかちょっと離れたとこしかなくて、なんか適当に取って酔っ払って帰ってきて、そのまま寝たんですよ。で朝起きてなんかカーテン開けてみたら、ちょっと見て、ほらこれ、ちょっと雨降ってんねんけどさ、なんか目の前全部海やってんな。こんなとこ泊まってたらめっちゃもったいないことしちゃった。ちょっと見て、ほら目の前全部海やった。ほら目の前全部海、なんか沖縄みたいなとこ泊まってた。気づいたら、それやったらベランダに寝たらよかった。はい、という感じで2019年の東京ゲームショー、今年もすごく楽しませていただきました。これが私のゲームショーの、東京ゲームショーの楽しみ方。今から大阪に帰ります。最後までご視聴してくれた方、ね、イベント中声をかけてくださったリスナー様方、ステージに立ってる時にうちを振ってくれてた人とかね、あとツイッターとかで頑張れって応援してくれた方々、そしてたくさん遊んでくれた配信者やプロゲーマーの方々、本当にありがとうございました。めちゃめちゃ楽しかったし、すごくパワーをいただきました。こんなんて言うのもなんやけど、
すごくパワーをいただきました。ありがとうございます。さあというわけで今回もご視聴していただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上ジュエリーでした。